どうぞ。はい、ピアミキア先生、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本日はブログ読者様からのご質問です。はい、素朴な疑問なんですが、そもそも人間の顔や体の美って何なんですか？なぜ人間は美人な人を見ると美しいと感じるんですか？うん、何のために美は存在するのですか？うん、ご回答お願いいたします。とのことです。はい、わかりました。はい、まあ、例えば僕が美人な女性見ると美人だなとか可愛いなって思うわけですよね。で、やっぱり女性も同性の女性見て美人な人だったら、ああ美人だなと、私もああなりたいなと、でそう思うわけですよね。で、誰でももっともっと美人になりたい、もっともっとかっこよくなりたいっていう欲望があるわけですよね。じゃあそもそもその人間の美って何なのかって話なんだけれど、人間の美って人類の存続にとって絶対的に必要不可欠なものなんですね。人間が他人を見て美しいって魅力的に感じる気持ちがなかったら人類は滅亡するんですね。うん、まあそもそも人間って、例えば男は若くて健康的で美人な女性を見るとすごく魅力を感じて、で、まあ、性行為したいって思うわけですよね。エッチしたいって思うわけですね。で、それも魅力を感じる女性ってやっぱり限られてて、成人した女性ですよね。成人した女性に魅力を感じるようになってます。そのように頭の中にプログラミングされてるわけです。進化の過程でそういう本能を得ているわけですね。で、もちろん男は同性に対しては欲情しないわけです。まあ、中には LGBT で欲情する人もいるんだけど、まあ、大多数の男性は女性にしか欲情しないし、まあ、もちろん他の犬とか猿とか熊とかそういう動物に欲情するってこともないですね。で、合わせて子供とか老人に欲情するってことは通常ないですね。一部のマニアは別として、ちっちゃい子供とか老人に魅力を感じて、そういう若すぎる女性とか老人と性行為したいって思う人は、まあ、普通はいないわけですね。あとは例えば病気で体がすごく弱ってる人とかにも魅力はそれほど感じないし、あるいは先天奇形とか染色体異常とか遺伝子異常で、まあ、少し顔面が変形している、まあ、病気を持っている人、そういう人に対しても普通は欲情しないようにできているわけですね。なんでかっていうと、男はやっぱり健康的で成人な女性に対して魅力を感じて欲情して性行為をしてこそ初めて子孫を残すことができるわけです。これがもしそういう本能がちょっと違ってて、子供とか老人にしか魅力を感じなかったり、同性にしか魅力を感じなかったりとか、顔面が変形している人、体が変形している人にしか魅力を感じなかったら、遺伝子が残せなかったり、するわけです。なので、その美しいって感じる本能は人類が生きていく上で必ず必要なものなんです、はい、ということなんですけど、分かりますかね。そういうことが聞きたかったんだとその人は思うから、こうやって答えてるんですけどね、はい、あとは当然男性が女性を見て魅力的って感じるのは大事なんだけど、はい、女性も魅力的でありたいっていう欲望本能があるってことは絶対的に必要不可欠なんです。まあ特に石器時代とかは必要だったわけです。石器時代とか、あるいは縄文時代なんかは、男が狩りに出かけて獲物を取ってきて、それを家に持って帰ってきてみんなで分けて食べるっていうふうに、男がやっぱり主体で集落を形成してたっていうのはありますね。あるいは、まあ、集落で暮らしている時にしても、いつ狼とか熊に襲われるかもわかんないし、
よその集落の男たちに襲われるかもわかんないので、そういう時は男が戦わないといけないわけですね。だから石器時代なんかは女性は男に養われてたわけで、養われていないと生き延びれなかったわけですね。なので女性は男性から見て魅力がないとパートナーにしてもらえないし、自分の子供を作ることもできなかったわけなので、女性は誰でも美しくなりたいと、魅力的でなければならないっていう本の欲望っていうのが備わってるわけです。もし女性が美しくなりたいとか、若く綺麗でありたいっていう欲望や本能がなかったら、男性からも相手にされないし、パートナーを得たりとか守ってもらうことができないので、必要不可欠な本能であり欲望であるわけです。はい。はい。で、そもそも美しいっていう感じるその美の基準ってある程度決まってて、まあ、よく黄金比率っていう言葉ありますよね。美容外科でもよく使うんだけれど、まあ例えば顔面で言うと、上顔面、中顔面、下顔面が1対1対1が最も美しく感じるとか、目の横幅と、まあ、この外側、真ん中、外側の比率が1対1対1が最も美しく感じるとか、あるいは横から見て鼻先と口元と顎先を結んでラインが一直線になるぐらいが最も美しいラインとか、まあそれは誰が見ても必ず美しいと感じる黄金比率っていうのがあります。あとスタイルのバランスでも、まあ、7等身ぐらいが一番バランスが良くて美しく感じるって言われています。それは誰が見ても魅力を感じるわけです。で、そういうこれが最も美しいっていうバランスが全ての人間の頭の中にインプットされてて、まあその比率こそが美しくていい遺伝子を残すっていうわけなんですね。なのでそういう黄金比率っていうものが誰の頭の中にもインプットされてて、それも進化の過程で頭の中に入ってるっていうものなんですね。ということなんだけれど、昔は石器時代なんかはもちろん今と違ってインターネットもないし、雑誌とかテレビもないし、それどころか写真すらなかったわけですよね。で、あんまり大勢で暮らしてたんじゃなくて、数人とか十数人、多くて20人とかそれぐらいの集落で、まあ、ホラー穴の中で暮らしてたりとかしてたわけで、例えば15人の集落だったら若い女性ってその中でまあ2人とか3人とか4人とかね、それぐらいの数だったと思うんですよね。となると若い女性って比べる相手がそんなにいないから、男から見てみんな魅力的に見えたんだと思いますね。他の老人とか子供ぐらいしか比べる女性いなかったわけなので、成人した女性はみんな魅力感じててパートナーを得てたと思うんだけど、今の世の中ってもちろん写真もあるしインターネットもあるしテレビもあるので、まあ、世界中の美しい女性がすごく目の前に映るわけですよね。そうするとやっぱり美しいっていう基準も比較があってこそ美しいっていうのがあるんで、綺麗な人ばっかり見てると中ぐらいの女性見てもあんまり美しいって感じなくなってきてるっていうのはありますよね。まあそれ以外にもアニメとか漫画とか CG とかの女の子ってもう人間が作ってるわけだからものすごく魅力的にできてるんで、まあ、そんな CG とかねアニメの可愛いキャラクターの女の子に普通の女の子がビジュアルでね、まあ、勝てるわけがないっていうのもありますんで、まあそうするとより美しくならなきゃいけないっていう欲望が強くなって、まあ、現代の女性はおめかししたり美容整形したりとか、すごく美に対して強い欲望、追求心があるっていう状態になっていますね。はい、まあそれは進化の過程で得られた、美しくなければいけない、美しくありたい、若く美人でありたいっていう欲望から来ているもの
だということです。まあ、こんな感じの回答になりましたが、これでよろしいでしょうか。はい、はい、以上です、はい、では美しいと思うことは種の存続のための本能なんですね。そうですね、そういうことが聞きたかったんだと思いますけどね、それ以上にちょっと答えられなかったんでね。はい、はい、じゃあ以上です。はい、じゃあ三木谷先生、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。